レジャはアルバニアに在住していた世界最高齢とされる女性。これまでの経緯では122歳まで生きたフランス人女性ジャンヌ・カルマンが世界最高齢としてギネスブックに認定されていた。しかし2003年11月、レジャが死去すると遺族が世界最高齢だったとしてギネスブックに登録申請し話題になったが、 少年が未生として認められなかった。1946年にアルバニア当局が発行した証明書に青年月日が記録してあったとされ、それによれば、レジャの少年は1880年となっていたとのこと。1880年の8月14日生まれと8月22日生まれの二節があるが、事実であれば、 いずれにせよカルマンの保持する122歳164日の記録を超え歴代最高齢記録である。しかし本人はすでに死去しており、また記録がほとんど残っていないことから現在それを検証するのはほぼ不可能に近い。ちなみにこの時、長寿世界一としてギネス認定されていたのは日本人女性の川で見とよであり、 レジャノの死から5日後の11月13日に死去した。生前はタバコとコーヒーが好きだったと言われている。ありがとうございます。